ンポン。毎日 YouTube でゆっくり実況動画を漁っているあなた、こんな悩みをお持ちではありませんか？更新がなかなかないので、毎日動画を漁っていると見たい動画がなくなる。気に入った投稿者がなかなか見つからない。ゆっくり以外の機械音声がいい。可愛い声ならなおよし。できれば頭以外の部位も見たい。笑える面白い動画が見たい。立ち絵も可愛いのがいいな。いやいや、そんな動画ないでしょ。わがまま言ってめんごめんご。わがままなんかじゃありません。あなたにぴったりのチャンネルございます。その名も、すき焼き大好き TV。 なんで他のチャンネルの CM 作ったんじゃボケ。だってすき焼き美味しいし、すき焼きの好き嫌いの話題は出してねえよ。ファンです。いやまあそうなんだけどさ、うちらのチャンネルなんだからうちらの宣伝しようや。オッケー、頼むよ。あ、あかりちゃん真ん中にどうぞ。え、あ、うん。では気を取り直して。やば、最近私太った。クリスマス、お正月、美味しいもの食べて家でゴロゴロしまくった。そんなあなた危険ですよ。と体重計に乗ってみる。気づいたらこんなに太っちゃって。誰を太った実績として使っとるんや。ん、てか何を宣伝する気や。うん、レンタやめろ。おー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 、結果にコミットする。やかましいわ。だから CM 作るならうちらのチャンネルを宣伝しろや。なんか CM って推しが強くて苦手なんですよね。身も蓋もねえな。面白ければ結果はついてくるんですよ。前に出ることより視聴者を楽しませることに重きを置いた方がいいと私は思います。何うちが悪いの。なんかアホ臭くなってきたわ。帰ってゲームしよう。先生もする。せーのもする。喜べ。お前らが作る CM にうちが出てやってもええで。誰もいない。